皆さん動画配信名古屋芝居の広場キタン鹿鳴館、いよいよ、最後大詰めなんですね。で今日は総稽古といいましてね、通しをやるんです。でその合間を縫って、突撃インタビューで、出演者の皆さんの声を聞いていこうと思います。まず最初はこの人です。ランさん、何の役でしたっけ？今回はジョシュという役ですね。イギリス人の役です。はいはいはい。確か鹿鳴館を設計したそういう人物になりますね。なりますね。初めてですか？お芝居。そうですね。初めてです。どうですか？いやもう何もかもわからないものばかりで毎日勉強になってます。はい。ありがとうございます。で長ゼリフがあったんでね、はい、最初は断ろうかなと思ってたってことをちらっと聞いたんですけど、はいはい、今はどんな心境ですか？いやもうおっしゃる通りで、最初はやってみようかなと思ってで OK を出した後はなんてことをしてしまったと感じた日は、まあ、何日間も続いてしまって。そしてまあなんとなくセリフを覚えてしまったような気がしてきて、はい、今はセリフをちゃんと言うというより、はい、まあどういう動きをすればいいかとか、そのタイミングとか、はい、そういう細かいところは気にして頑張ってます。はい、はい、そうですね。それちょっとね、ダンサー立ってくれます？はい。はい。うん、それでね、ちょっと比較してみてください。もうこれを見るだけで。多分当時鹿鳴館の時に外国人と日本人がどのような差があったかがリアルに分かっていただけると思います。ありがとうございました。今回の鹿鳴館のお芝居の中で一番偉い人を演じてますよね。まあそうですね。何の役でしたっけ？僕の役はですね、外務卿の三条これ清忠。あ、これ忠。これ忠。はい、モデルが確かいたんですよね。そうなんですね。井上薫という人のね、まあ鹿鳴館を作って偉大な方なんですけども、その役を演じているんですけれども、なんか今回あれですよね、こう振ってるでしょ。はいはいはい。日本刀を振ったりですね、市内を振ったりとか。はい。それとね、私常にお稽古でも穏やかな上田さんなんですけれども、今回役ではね結構。怒ったり酔っ払ったりいろいろですけども、どうですか、そういう役。いやなんかいいですね。怒り方にバリエーションがいるんで、はい、冷たく怒ったり熱く怒ったりね、なかなか工夫がいるなと思うんですけど、なかなか僕信念のある役って結構多かったりするんですけど、今回は実際にねモデルになった方がいらっしゃるんで、それも参考にしながら、あとはその武士道に精通して武道のやらなきゃいけないので、だからちょっと市内のちょっとするためにですね、道場に帰ったりとか、それから日本刀を実際にですね、真剣をこう切って、ちょっとその経験をさせてもらったりとか、いろいろなことをやっております。はい。ということで、真剣を真剣にやってきた上田さん、見てください。ちょっとオチが良くなかったですね。すいません。素晴らしいオチでした。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい。それではですね、今度は日比野さん、名古屋芝居の広場は何作目でしたっけ？忘れましたぐらいいっぱい出させていただいてますね。でも今回一番セリフ多いです。多いです。そうですね。はい。ところで何の役でしたっけ？僕は相葉実光と言いまして、講釈なんです。講釈って。昔の位の五尺ってあるじゃないですか。はい、全部言えます。公爵、子爵、伯爵、男爵ってあるんですよ。そうで、公爵って二つあるんですよ。はい、一番上の公爵の公は、はい、公の公、公立の公。で、僕がやるのは、僧郎の公。だから、二番目の五尺の二番目の位なんですよ。立派な人なんですね。なんですね。はい、はい、立派な講釈を演じてくださるのが日比野正博さんでした。講釈を垂れすぎましたね。はい、ありがとうございます。はい、今回のお芝居の見どころとしてはいろいろあるんですけれども、実はね、女性が男役をやってるんですね。葉月さんは初めてですか？男役。男役、昔創作のそういう感じではやったことあるんですけど、本格的なのは初めてです。本格的に。はい。一番苦労したのは何ですか？苦労しているのは何ですか？全て苦労してますが、はい、皆さんのご指導いただき頑張っております。あ、そう役を言わなきゃいかんかったね。役名、はい、相葉慎之介と申します。はい。ちょっとこうハムレットみたいな感じで。ね、おかしくなってくるね。まあそうなんですけどね、それはまあ楽しんでいただいて、はい、もういろいろ悩める青年ですので、その悩みっぷりも見ていただければと思います。はい、ということです。はい、悩み多き青年を演じます。よろしくお願いします。はい。はい、和田典彦さんです。自分で役名言っていただきましょうかね。はい、どういう役ですか？先ほどご紹介に預かった相葉慎之介様の侍従の役で聖吉という役をやっております。いつも主役のおそばについて、まあ言ってみれば育ての親という感じで、小さい頃からお見守り、感じですね。そうですか。何か今回参加していかがですか？そうですね。やはり女性がほとんどですのでね、女性の中の唯一の男性が数少ない中での一人ということで、男性として、大人として頑張りたいと思います。はい、はい、ということです。確かにそうなんですね。だから唯一男性陣がね、本当に少ないもんですから、そこの中で、男性陣は本当に皆さん頑張っていらっしゃいます。はい、よろしく見てください。よろしくお願いします。私もちょっとね、こんな衣装を着てみました。と言いますのは、今回私もね、出演をしているんですね。今からインタビューするのは、私の相棒の福井さんにちょっとインタビューしてみたいと思います。梅殿。松殿、お世話になります。そうね、本日も変わらぬご様子。いかがですか？調子は。調子？いつも悪いの。というふうにね、もうちょっと愚痴っぽい役なんです。それを私が励ます役をしているんですね。で、この稽古場ではガヤガヤコンビというふうに自称、二人のことを言っております。頑張ろうね。頑張ります。はい。並みいるキャストの皆さんのね、まあ達者なキャストの皆様の中で初心者同然という福井でございますが。ダメ出しの嵐も一手に引き受けちょっと歪んでおりますけれども、そんなことありません、はい、結構元気に明るく、稽古場を盛り上げております。はい、楽しみに見に来ていただいていいかなと思っております。よろしくお願いします。お達者クラブ。それいいね。ガヤガヤクラブよりもお達者クラブの方がやる。お達者姉妹です。よろしくお願いします。この名古屋芝居の城は、今回で第6弾なんですけれども、はい、全作品に出てるのってあやちゃんだけだよね。そうみたいですね。はい。はいはい、もう偶然なのか必然なのかね、全作に出ていただいてて、今回はどんな役ですか？今回は、はい、鹿鳴館時代が4年間しか続いてなかったっていう幻のような時代の中に、本当に幻のような女性でワンシーンしか登場しないんですが、でも今まで経験したことのないような挑戦をいろいろとさせていただいております。はい、ということです。今まで見たことのない黒河内綾さんを見たい方は、ぜひぜひ劇場に足をお運びください。はい、ぜひいらしてください。はい、今回はですね、実は常盤の綱宝さん、はい、そしてね、影山典子さん、この方も日本舞踊のね、お師匠さんでありますけれども、そのお二人にも出ていただいて、皆さん本番は本格的な常盤も日舞も見ていただくんですけれども、今ちょうどお着替えをしてらして、はい、こんな感じで。ということは役は何でしたか？芸者です。芸者さんの胡蝶さん。はい、胡蝶です。はい。でも舞台はいろいろやってらっしゃると思うけれども、役者で出るのは初めてですね。お芝居が難しいです。そう。いやいや、どんなところが難しいですか？気持ちをずっと持っといて自分の出番、はい、そしてまた後ほどまた出る時のその役が変わっちゃってもいけないし、自分のモチベーションとテンションとどうやってセリフを言っていいのかなと。難しいです、はい、というふうに悩んでらっしゃいますけども、私たちは逆にですね、綱豊さんのお芝居を見ながら学ばせていただいてます。皆さん楽しみにしていてください。ありがとうございました。はい、本当にね、今日はね、突撃インタビューということで、すいません、突撃してますね。お着替え中に。はい、すいません、着替え中に。いえいえいえ、先ほどもご紹介しましたけども、影山典子さんと言って、本当はね、日舞の踊りの方の先生でもあるんですけど、どうですか？舞台で役者もやりのその今回みたいに日本舞踊を踊るというような役って今までもありました？ああ。こんなにたっぷり踊らせていただくっていうのは初めてです。はい、やりがいがだから難しいですけど、踊っている時も役で踊るっていうのが、まあ、踊りだけやっている時と違うことなので、そこはまだまだこれから本番まで頑張ります。よろしくお願いします。皆さん楽しみにしていてくださいね。はい、頑張りますので、ぜひ来てください。見にいらしてください。お待ちしております。